どうも、ケミス山田です。金恋赤ギャラ実装来ました。一人で目黒に来ております。しかも目黒川ですね。よいしょ。まあ、何をするかいい。うわ、虫虫今日は金恋ですね。まあ、こちらをゲットするために来てるんですが、まあ、ズバリ金恋の見分け方と金恋のゲットの仕方、この辺を紹介していこうと思います。よいしょ。はい、この周囲をね、ちょっともうモジュール刺しまくってきました。今ちょうど出ているので、はい、今ここで僕刺してる、GoPro が刺してる恋キングいるじゃないですか。これね、赤なんですけど、実はもうすでにこいつ、金の可能性あるんですね。判定わかんないんで一回タップします。はい、いきよ、よいしょっと。あ、普通の恋キングですね。今回の恋キングなんですけど、普通にマップ上にいるときは、金だろうと、普通のやつだろうと、赤い、まあオレンジというか、普段の恋キングになれた恋キングの形です。タップした時に、何色になるのか、もうこれでしか判断がちょっとつかないということだそうです。なので、まあ、これはもうハズレですね。とりあえずこれだけゲットしちゃいます。はい、行きます。はい、1回目、2回目、3回目、勝ちでー。はい、OK。ということで、今日1匹目の恋キングゲットだぜ。で、ちょっとじゃあ今モジュールでもう1匹出てたんで、こいつもタップしちゃいます。いきますよ。タップした瞬間に金だとも金恋ですね。まあそれはそっか。いきます。スイッと、あー残念、これも普通の恋キングですね。恋キングの見分け方もちょっと補足すると、まあ自身がそのタップするまでわからないのは、まあ言わずもがななんですけど、例えば友達2人で1つの恋キング湧いたと、で2人で同時にポンとタップする、これ片方の人が普通の恋キングで片方の人が金恋の可能性がこれあるんですね。これどういうことかっていうと、つまりはタップした時に、そのポケモンをタップした時にそいつが金かどうかっていう判定、まあ、抽選が始まると思ってください。つまりはどこの恋キングが金恋キングかっていうのは、まあ、分かりません。これは分かりません。なんていうかな、まあ、多分こう考えてください。なんか確率は出てないんですけど、まあ、全部の恋キングをタップした瞬間、もしくはゲット GoPro とかでポチった瞬間に、例えば、まあ、確率わかんないですよ、 1% か 0.1% か 0.01% か分かりませんけど、の確率で金の恋キングになるというふうに思ってください。まあ、ちなみに赤ギャラドス、あれって金恋進化したらなるのっていう質問あったんですけど、これなります。これ僕他のちょっとフォロワーさんとかのね、報告でいただきましたし、金恋を取ったらなりますと。では肝心の金の恋キングの捕まえ方なんですけど、これは回数を重ねるしかありません。これは本当にそれオンリーですね。まあ、さっき見分け方の話を聞いて分かったと思うんですけど、その湧きやすい、金の恋キングが湧きやすい場所っていうのはありません。なので恋キングがそもそも湧くような場所、そこに行きましょう。ただ今は水ポケのその出現率大幅アップ、もう恋キングも普通の街中に結構出ます。ついでにラプラスとかもね出たりするんですけど、なのでソースが多いところに普通に行って、でそこで買う、もしくはそのポケストップですねにモジュールを挿す、でそこをとにかくぐる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 回るっていうような、ちょっとそういう地道なやり方しかありません。まとめます。金の恋キングはどの人がどのポケモン、どの恋キングを触っても金の恋キングで出てくる可能性があります。ただし完全ランダムです。完全ランダムです。これに関してはもしかしたらランダムじゃないっていうのが後で、ちょっと判明したならば、ちょっと、訂正の動画作らせていただきます。でその金の恋キングがランダム、じゃあどうやってゲットするのと、ソースが多いところ、ポケストップが多いところに水ポケの祭り、水ポケ祭り中に行きましょうっていう感じですね。ということで、まあ、せっかく今回ですね、こちら目黒が来ておりますので、今から30分間ほど、触れるモジュール全部触って、全部焚いて、ポケストップから恋キング狩ろうと思います。お、3匹目出てるぜ。タップしちゃいます。よいしょっと。はい、今日3匹目タップ。残念。このね、画面をね、映してる iPad のモニター越しにゲット、ボール投げるみたいなことちょっと慣れていたね。はい、それじゃあ3匹目の恋キングゲットさせ、こっち。はい、はい、4匹目も普通です。
はい、また出た5匹目タップします。いいぞ、タップ。そう、どうだ。あ、ちげえよ。はい、あー、普通の小池ですね。普通のしか出ないね。ゲッチュ、うん、なしね。うん普通。はい、8匹目ぐらいタップ。よいしょ。さ、どうだ。はい、ノーマル。あれ、白いじゃん。メスや、メス。金こい金、カモン金。あー、白だ。はい、ノーマル。なんかね、コイキング欲しいんだけどね。異様に、あ、オムナイトがね、今日出るんだよね。てか、今日っていうか、まあ、水ポケイベント始まってから、ちょっと見る機会が、ちょっと見る機会が、ちょっと見る機会が、ふーい。ハートさん。仕掛けなかった、今。何見てんだよ。2時でーす。収録開始してから30分で、まあ、モジュールもね、一回全部挿して、6点かな、立ってやってたのが、はい、今全部綺麗になくなっちゃいましたね。はい、ということで、結果なんですけれども、まあ、ここまでのシーンで金恋が出てないっていうことで、まあ、挿していただいたと思うんですけど、出てません。ちなみに今の時間内でモジュール、あと普通に野生脇で手に入れたコイキングの数は17匹、はい、ゲットして、で、で中でまあ普通に含まれていないので、まあ確率どんなもんかってのは全然わからないんですけれども、それじゃあ会社に帰ってちゃちゃっと編集しますかね。それじゃあ今回はこの辺で終わろうと思います。あ、もしよろしかったらチャンネル登録お済みでない方、チャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いします。あと山田、あのツイッターとかもやってるんで、あとゲームイズの SNS っていうのがあって、あのこういうのもフォローしておいてくれると嬉しいっす。じゃっす。はい、それでは今回は、それじゃあ今回はこの辺で終わろうと思います。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。